さだめつ、おいロック好きなやつ全員来いよ。この時代、この時代は R&B とヒップホップがモテてるけど、まあそれもいいけどロックの方が楽しいよ。おい、あと J-POP も意外といいよ今は。特に桃色クローバー Z のメロディーは見習うべきものがあると思いますね。平井堅は、まあ、ツイッターで俺らのことはあんま良くないって思ってるみたいな、まあ、平井堅には平謝りだなあとは、まあ、サザンオールスターズと、まあ、昔一緒に風俗に行ったことあるけど、ね、俺は意外とみんな五反田が好きって言ってたということで、よろしくどうぞ。ライカーの天気です。ああ。
今日はね、藤大さんと森大さんが来てくれているようでね、誰も MC であんま言ってなかったかなと思ったから、せっかくだから喋りたいなと思って。忘れてました。なあ、みんな言ってなかった。藤大さん、藤大さんもいない。藤大さんと森大さんに僕の思いが、みんなの思いが伝わってるといいけど、長いいろいろ先輩方からのつながりがあるので、今日もぜひいいライブを見せてもらいたいなと思っております。本当はあのね、この客がちょっと減ったのはメタルのせいなんじゃないかなってちょっとよぎったけど、まあ俺は楽しかったからすげえ良かったけど、けど俺らも減ってく可能性あるから頑張るかな。頑張りましょう。じゃあ次で最後の最後の曲です。アルコールから花ボタンのアンコール。
ウエスタンという曲です。俺の仲間で決して自分の力だけでは